皆さん、ラジ歴を聞いていただきありがとうございます。この番組は歴史を身近に感じてもらいたいと熱意を込めて話をする歴史大好きリートンと、この熱量をリスナーに心地よく届ける相槌ダメ出し収録編集担当音の職人ソッシーとでお送りします。変化の激しいこんな時代に知ってほしい、そんな思わずシェアしたくなる歴史の話をお楽しみください。ということで、前回秦が統一された後の芝居の女遊びがひどかったエピソードが最後ありましたけど、この後秦の国が一体どうなっていくのか、今日この中で聞いていきたいですけど、そうですね、この秦という国が芝居、によって秦の武帝芝居、はい、によって統一されたのが280年で、女遊びに怠けた芝居が死んだのが290年ということで、まあ、10年で滅んでしまった、うん、で後を継いだ2代目っていうのが、はい、さらに輪をかけたポンコツ、さらに輪をかけてかけたポンコツ、秦の慶帝、慶帝芝忠っていう男なんですけれども、僕はまあ、はい、ちょっとまあしばらく芝忠って呼ぼうと思うんですよ、はい、思うんですが、まあ、この芝忠っていうのがもうダメなボンクラだったわけです。はい。どんなダメさがあったんですか？まず、皇太子時代ね、はい、彼が、はい、天下が統一されました。芝園が統一した。はい、で、息子の芝忠を皇太子にしようとしました。うんうん。はい、でその後も、もうみんなから、あいつはバカだからやめてくださいと。あいつはバカだから。バカだから良くないっていうことをすごく言われると。はい、で、さらに、芝忠の制裁。はい、皇太子夫人ですね、うん、皇太子の正妻、はい、奥さんっていうのは、うん、すごく権力者の娘だったわけです。おその、はいはい、権力者、その総理大臣みたいな人ですね、皇帝に対して、うんうん、芝居に対してすごくよく使えてくれた総理大臣の娘がなってると、うんはい、でその娘がまたね、うん、気が強くて、あらあらあら、でもう尻に敷かれてるわけですよ、芝忠は。なるほど。で、まあ、芝忠のそういうふうにみんな周りからね、こいつはバカだっていうので、芝園も、これはちょっとあれかなと思って、ちょっとテストをさせたわけです、芝忠に。おぉ。息子よと。お前も皇太子で、今後皇帝になっていく身として、どうなんだということで、ちょっとテストを受けろということで、テストを受け、渡されたわけです。で、そのテストを、こう、奥さんは奪い取って、あらあら。学者に見せて、で、学者が答えを書くんですね。で、しかも、それも、100点取ったらおかしいよね。難しい問題だし。っていうことで、ね、まあ、こいつだったらこのぐらいの点数取ったら取りそうだし、うん、あ、ギリギリいいじゃん、大丈夫じゃんっていう点数、うん、まあ、何点ぐらいか分かんないけど、イメージ71点とか、67点とか、なんか、うん、あ、まあ、うん、ちょっとあれだけど、まあまあいいじゃん、できるじゃん、みたいな。うんうん、赤点じゃないし、まあ、芝居もちょっと安心したわけですね。あ、そうそうそう。まあ、うん、まあまあいいんじゃないっていう、答案を、これがまた嫁さんが作るっていうね。いやで、それを受け取って、ね、うん、じゃあこれで皇太子の地位も安定だっていうことで、じゃあ実際問題、はい、芝園が死んで、慶帝、芝忠が慶帝として即位する。皇帝になりましたってなった後はどうなったかというと、はい、うん、はい、奥さんが権力を握って暴れると。うん、わーって私の言うことを聞きなさいということで暴れる。で、その奥さんに対して、うん、奥さんでも当然、はい、芝一族じゃないわけですよ、奥さんだから。そうですよね。そうですね。他の一族から来て。で、前回話したように、はい、こう、芝園という人は、はい、義の国、自分が滅ぼした義の国が、うん、皇族、一族、ファミリーの力を弱めてしまった敵対勢力になりうる。だから、はい、自分たちの真の国では芝一族の力を上げていくんだっていうことで、自分の一族たちに権力と軍事力と、うん、まあ、経済力っていうものを分け与えていた、はい、うん、で分け与えていて、皇帝の下に王様を何人も用意してたんですね、うんうん、はい、でこの王様たちっていうのは、まあ、その当然軍事力とかを持ってるし、自分たちの方がこう政治を担っていくべきだっていう、うんうん、こういった気持ちも強いわけです、はい、なの で, うで、ね、うん、こう芝園の奥さんに対してもおかしいと対立をして戦って、はい、で、はい、ついには8人の王様が乱を起こすっていう、八王の乱っていう8、はい、乱が起きちゃう。秦という一つの国ですよね。そう、
一つの国の中に王国がいっぱい、帝国の中に王国があって、その王様たちが、もうひっちゃかめっちゃかやっちゃう。はい、だから、秦っていう国は一つにはまだまとまってるんだけど、もうひびがいっぱい入って、ひび割れ、ひび割れ、ひび割れ状態。そんな状態になってしまっていく。で、慶帝、芝忠っていう男が、じゃあそれを、お前らおかしいと。俺の言うこと聞けって、指導力が発揮できるかといったら、そんなこともできず。で、混乱していって、当然生産力とか農業とか不作が起きたりとかする中、芝忠がその報告を受けて、みんな食べ物がないんだったらね、お肉を食べたらいいじゃないと、お前はどこぞのマリアントワネットかみたいな、そういう発言も記録に残ってたりとか、です。ね。だからここまで聞くと、マジ芝忠終わってんなって思うじゃん。終わってるし、ね、奥さんの、奥さんも、どうかしてるなって感じですよ、ね。感じなんだけど、この芝忠っていう人は、実はバカなふりをしてただけなんじゃないかっていう説も一部には残っていて。本当は、バカじゃなかったって言ったら、ちょっと言い方が難しい。そう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 、はい。あるんじゃないかっていう話があって、というのもこういう逸話が残ってるんですね。当然、はい、その八王の乱とかもみんながひっちゃかめっちゃかな状態になってるから、皇帝を確保しようと。皇帝を自分の側に寄せて、はい、まあ言いなりになるからね、皇帝は。奥さんの尻に敷かれてるような男なので、はい、じゃあ、例えば別の権力者が、俺のところ来いっつって、はい、で、俺の命令通りに命令文書けっていう風にしたら、皇帝が、ね、自由自在、自分の命令が皇帝の命令として伝達することができるということで、はい、権力者に身柄をね、もうあっち行ったりこっち行ったりされるわけです。で、当然、宮殿には軍隊が襲ってきたりとかする中、はい、みんな芝忠の周りにいた人たちっていうのは逃げちゃうんですよね。なるほど。で、一人だけ中心の男が、こう身を制して守ってやると。はいはい、で、他の王様が乱入してきた時に、こう、なんとか芝忠を守ろうとする中、ひっぺかされるわけです、その中心は。で、その男をひっぺかされようとしていく中、芝忠は、どこに連れていくんだと。私の、こう、ね、大切な男だって差し止めようとすると、その兵隊が、はい、こう私は、皇帝陛下以外、皇帝陛下の命は守れと言われてるけど、他の人は知りませんつって、その中心殺されちゃうんですね。はいはいはい。で、その殺された血が服に飛びつくわけです。芝忠の。芝忠の服に。服に。で、その後身柄をね、拘束された芝忠が連れてかれて、血がね、飛んでるから、綺麗にしましょうと、うんうん。新しいお洋服に着替えましょうっていうことを言われた時に、はい、触るなと。この血は私のね、大親友というか私に対して忠誠を尽くしてくれた男の血だ。拭うわけにはいかないっていうような。決して汚らしいものではないっていう。そう。これを拭うなんてことはね、こう、彼の気持ちっていうのは私は共にあるんだみたいな。こういったことを言うわけです。で、こういった事実をもとに、後々の時代の人の中には、すごく、立派な人だったんじゃないかとかね、こういった状況だったから、暗号を装うしかなかったんじゃないかっていう説があるんですけど、うん、僕はね、ただ単に人がいいだけじゃないの。なるほど。人がいいだけ。だってね、多分ね、ソッシーだって僕がね、はい、血流して、はい、血飛び散ったら、はい、ソッシーも同じこと言うよ。はい、言いますかね。多分ね、ソッシー、でもそれは人がいいだけなの。そっか、力が、統率力があるってわけとか、頭がいいとかじゃなくて、はい、性格がいいっていう話、はい、優しいっていうことと、もちろんね、優しいって大事だよ。うんうん、大事だけど、政治をね、やる、国のトップたるもの、優しさとか、人の良さだけじゃダメっていうことで、なんか、こう、僕はこの芝忠っていう男、憎めないんだけど、憎めないんだけど、なんかこう、フランス革命のね、ルイ16世とか、なんかその辺のエピソードとかともなんかこう絡んできて、なんかこう、不甲斐なさとか、とかっていうのも、すごく感じるんだけど、まあ、国がね、こういうふうに混乱に陥ってしまう。たった天下を統一したのが280年、芝園が。そうですね。で、芝園が死んで、二代目になったのが290年。そして、八王の乱が起きたのが290年からっていうことで、もいきなりね、冒頭から、二代目になった瞬間から混乱が混乱を引き寄せていくっていうことになってしまった、秦という国。一つの国としてはまだ形は残っているんだけど、中がもう中身が混乱を引き起こしてひび割れまくっている秦という国の器、これがどうなっていくのかっていうのを次回、次回、最終話
を、お届けすることによって、ああ、こういうふうになるんだなということで、はい、歴史の記憶を皆さんね、引き受けて、現代、こういうふうに自分の生き方にちょっと考えさせられますね。考えさせられます。いいだけじゃダメだと。ダメだと。ちょっと考えるきっかけに。そう。阻止みたいなタイプなだけじゃダメなんだということで。いや、僕も次のエピソードで変わりますから、これは期待してください。ということでね、2回目の真のお話をしましたが、ラジ歴ではいつもの通りツイッターで皆さんから疑問、質問、感想などを募集しております。ツイッターアカウントは、ラジ歴で検索してみてください。皆さんからのメッセージお待ちしております。それでは次回のエピソードもお楽しみください。ラジオ歴史小話、お相手はリートンとソッシュでした。